はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸4をお送りします。で、次回も領域は続くんだけど、タイトルはこのタイトルはね、ここで最後になります。丸4でね。で、最後はこういうちょっとね、今までとは違うタイプの出し方の問題を3問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？まあ、じゃあ、早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、若干ですね、またなんですけど、喉がちょっと調子が悪いので、若干こう声がかすれたりするかもしれないんですが、その辺お許しいただきながら聞いてみてください。で、今回、こういうタイプ、まあ、カッコが2個ある、全部ね、2個あって、で、それが、小なりだったり、大なりだったり、そういう風になってると。で、この出され方したとき、実は前回、丸3の連立のね、やつと全く同じです、解き方が。いい？で、どう考えるかっていうと、今、括弧を一つの塊と考えれば、こう掛け算隠れてるからさ、あるものかけるあるものが負になるんだよね。で、それってどういう時かっていうと、これとこれが if 号の時なんだよね。こっちがプラスでこっちがマイナスだったら絶対マイナスだから負になる。もしくはマイナスでプラスだったら負になる。でしょ？ if 号でかければ。っていうことを考えると、じゃあまずこっちが正でこっちが負の時の書き出すと、こっちが正でしょ？ x マイナス 2y が正。で、これを結局図に表さなきゃいけないので y イコールに直します。で、直すと、ちょっと場所がないんで暗算しちゃうね。持ってきてマイナスで処理するから向きが変わります。で、2分の 1x、 ここから導いたのがこれね。で、もう一個、こっちが正だったらこっちは負になんなきゃいけないので、こっちは負です。で、これは y イコールにできないので x イコール、ただね、マイナス2を移行してこうなります。つまりこれとこれを同時に満たす時が書かなきゃいけない領域になるんです。で、もう一個は、こっちが負で、こっちが正の時。もう書きたいとこなんだけど、実はそれ結局これの向きが変わるだけなんで、こことここの。だから、向きが変わった、両方大なりになったですね。を書くと。その二つの領域が答えになります。両方とも。で、領域を書き出していくと、あとはまあやり方ね、全く同じ。まず、x 軸書いて、y 軸で原点が0と。で、まずこっちが楽かな。 y イコール2分の 1x なので、まあ、原点通ると。で、傾き2分の1なので、まあちょっとこんな感じで書いておこうか。で、失礼、これ x イコール2ってことは x が2のこうまっすぐ縦のとこなので、この辺にしておこうか。で、ここ2ね。で、この場合、交点できれば書いておいた方がいいので、交点の y 座標、これ x が2の時の y だから、ここに入れればいいから1だね。で、これで OK だね。で、あとは領域です。で、これの領域は、まずこっちからいこうか。左側、ごめんなさい、右側に口が開いてるので、y イコール2分の 1x、これの斜めのね、これの下になります、まず。下で、それと x が2より小さい、下で2より小さい、こっちね、いい、ちょっとこれね、手ばっかり出して、こっちより下でまっすぐより左を両方満たしてるのってここだよね。ちょっとね、数箇所くっついちゃいましたけど、ごめんね。本当はね、イコール入ってないんでくっつけちゃダメだと。で、もう一箇所が向きが両方変わったやつ、つまり、ダイナリーになるから、斜めの上だし、まっすぐの右ね、両方反対になるから。で、それを満たしてるのはここです。で、両方書かないと×です、必ず。いい？で、これで OK。で、あとは、イコールが入ってないので、ね、いつも通りの一言。境界線を、組まない。これで OK というふうになります。これが解き方ね、このタイプの問題の。
で、それさえ分かっちゃえば全部同じです、この後。で、まずこれ同じようにやると、今回は大なりイコール0。つまり正になんなきゃいけない。あ、ほんとイコール0でもいいけどね。で、正になるっていうのは、これかけるこれが同じ符号の時、つまりプラスかけるプラスだったら正でしょ。で、マイナスかけるマイナスでも OK でしょ。だからそのコンビで探します。で、どっちから探してもいいんだけど、まあ正と正でいこうか。で、まずこっち。で、イコールが入ってるから、ここもイコール入れて OK です。で、これ普通に解くと、持ってきてマイナスで処理するから、向きが変わってこうなります。まずこれが一つ目。で、もう一個こっちも。で、これは x2 乗と y の2乗両方入ってるから円だね。で、これも大なりイコール0の時。で、ただ単に1をね、あ、ごめん、マイナス1を右辺に持っていけばいいので、こうなります。だから、まずこれを両方満たすところを探す。そして、もう1個は両方の、その向きが変わったやつの場所を探せば OK です。では、行きましょう。で、ここのね、回答をここに書きたいので、ちょっとあんま大きく書くとあれか。X と Y 軸。で、0で、まず、どうしようかな、円から書いちゃおうか。で、これは、原点中心の半径1の円なので、まあ、半径1だけど、ちょっと大きめに書こうか。あ、まだ何、ごめんね。で、分かるように1、1を書いておきましょう。で、もう一個が y イコール1を書けばいいから、こう傾き1のこういう原点通るね、斜めになるので、1の1通るんだよね、ちょうどね。だから、ここを通るように、こんな感じで書くといいかな。で、あとは両方満たすところを探すと。で、まず、これいこうか。右に口が開いてるので、この斜めより下になります。いいね。斜めより下。で、もう一個が、円の状態で、左に口が開いてるので、円の外側になります。この線より下の部分。しかも、円の外側です。じゃあ、どこかっていうと、イコールが入ってるから、円の外側だ。あ、ちょっと俺入ってた、一瞬。ここね。まずこれが一つ。この線の下、かつ円の外側だから。で、もう一個が向き両方変えたやつなんで、円の、ごめん、間違えた。線の上で、しかも円の中です。で、それを両方満たすのは、ここだね。これが今回求める領域となると。で、最後に忘れずに一言書かなきゃいけないので、イコールが入ってるから、境界線を含むと。ね、これで OK という感じになります。で、ラストいきましょう。で、これもね、ちょっと中身がややこしい感じになってますけど、気にせずいきます。で、今回は、大なり0になってるので、同符号だね。プラスプラス、もしくはマイナスマイナスのコンビで探す。で、まずプラスプラスからいくと、こうなので、持ってくるか。で、y 個にすると向き変わるね。4x プラス1か。これが一つ。下ギリギリいけるかな。いや、ここに書くから、待ってね。いや、ここに書こう。もう一個が 2x プラス y マイナス4。で、こっちも正ね。で、これも解くと、y、大なりをこっち持ってくればいいから、マイナス 2x プラス4と入って、あ、ギリに入ってない。だからこれとこれまず書きに行きます。で、両方直線ですね、今回は。で、x 軸、y 軸書いていくと、ちょっと待ってね。よいしょ。こうなって、ギリ、あ、ちょっと下切れてんな。この辺までかな。OK だね。
で、どっちから行こうかな、どっちでもいいか。じゃあこっちの y イコールの 4x プラス1から行くと、切片、y 切片が1で、傾き4。結構急な傾きだね。ちょっとこの辺にしようか、1。で、傾きこうだから、本当はもうちょっと急なんだろうけど、ちょっとこんな感じ書かせて。で、ここが1で、で、x 切片も書きたいので、y に0を入れて、こちら、0を入れると、マイナス4分の1か。ちょっと見にくくてごめんね。こんな感じ。で、もう一個が、y 行くとマイナス 2x プラス4。だから、もっと上からか。4から落ちてくるので、ま、こんな感じにしとこうか。で、ここが4。で、x 切片 y に0入れると、すごいこれはミスってるね。ちょっと、すいません。もう一回書いていいですか。これはあまりにも違うな。あれだね、下の直線から書いた方が多分分かりやすかったな。で、上のゾーンで書くので、ちょっと下気味に、ここをまっすぐ書きたいな。でも右に下がるな。ちょっといいか、これで。で、こうだね。で、もう一回いきます。ごめんね。で、こっちから行くと、切片4で2の0を通るから、ここと、まあ、この辺にしとこうか。こんな感じ。で、4と2だね、まずね。で、もう一個がさっき、y 切片1でマイナス4分の1を通るんだよね。で、1この辺でここだから、すごい狭くなんだね。まあ、こんな感じ。1と、マイナス4分の1。まあ、こんな感じで。で、これね、交点なんですけど、書きなさいっていう先生だったら書いた方がいいです。はい、これはどっちでもいいかなと勝手に思ってるんですけど、一応出すと、これ2分の1の3なんだよね。だから、点点点2分の1、点点点3って書いてくれてもいいしね。これちょっと任せます。はい、ちょっと今ね、点点点書くとごちゃごちゃしちゃうんで、この書き方しちゃってますけど。で、あとは、このね、ゾーンを、領域を書き出せばいいので、まず 4x プラス1、こっちだよね。こっちより下です、まず。この直線より下。で、こっちの直線より上ね。これより下で、これより上を満たしてるのどこかっていうと、ここです。ちょうど被しちゃったけど。こっち。で、今度逆なので、こっちの直線より上で、こっちより下になってる部分どこかっていうと、その反対側。こんな感じになります。ちょっと1とか隠れちゃってるけどね。一応確認すると、ここの x 切片じゃない、y 切片が1で、ここがマイナス4分の1。で、こっちは y 切片が4で、ここが2となってます。で、領域はここと。で、最後にイコールが入ってないので、右に行こうか。一言。境界線を含まないと。これで OK となります。いいかな？では、今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸4をお送りしました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもちょっと言いましたけど、このタイトル今回これで最後で、次回から領域と最大最小っていうのをやっていきます。なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。